天皇陛下御在位60年記念効貨。天皇陛下御在位60年記念効貨は、昭和天皇の在位60年を記念して、1986年、昭和61年、一部は1987年、昭和62年に、日本で発行れた記念効貨である。臨時補助貨幣でもある。10万円金貨、1万円銀貨、500円白銅貨が発行された。 横書きでは、天皇陛下御在位60年記念効貨とも、本校でも以下では主に三要数字を使う。10万円金貨は、日本で初めて発行された記念金貨及び初の1万円を超える額面の貨幣であり、かつ、第二次世界大戦後初の金貨である。また、金貨、銀貨ともに、初めて1000円を超える額面の効果である。 昭和天皇の在位50年の際には100円白銅貨が発行されたのみであったが、これ以降は天皇の即位や在位の節目などを記念する金銀がたびたび発行されてゆく。1985年昭和60年11月18日第3次中村で内閣の大倉大臣であった竹下登が、 昭和天皇の在位60年を祝うために金貨を発行する方針を発表した。この背景には次年度の財源確保のためと貿易摩擦が深刻であったアメリカから金貨鋳造に使用する大量の金223トンを購入することでこれを緩和しようとの思惑があった。そのため当局は10万円金貨、1万円銀貨、500円白銅貨を大量に発行することになった。 特に10万円金貨は1000万枚と、発行総額は1兆円にも上った。金貨1枚当たり金を20グラム使用していたが、当時の素材の価値が1グラム1900円であり、製造費込みでも半分以下の原価に過ぎなかった。従来発行された記念硬貨同様、法定通貨ではあるもののほとんどは滞蔵され、通貨としては流通しないと見込まれたことから、 その差益5500億円が国庫に入る見込みであるとされた。金貨打艦制度が廃止された後の世界では、特に発行限度を絞らず、地金価格に連動する市場相場で販売される地金型金貨と地金価格を大きく上回る価格で販売されるが、発行数を絞って希少価値を足せる収集型金貨が存在するが、いずれも額面は発売価格を下回っており、 大量発行され、額面価格で市中に引き渡された、この金貨はいずれの類型にも分類しがたいものであった。これは、当時の効果発行の根拠法である、臨時通貨法に基づいて発行された臨時補助貨幣であり、通貨型金貨として、金融機関で両替という形式で交付されたものであった。当時の臨時補助貨幣の額面の上限は500円であったため、 1964年、昭和39年のオリンピック、東京大会記念1000円銀貨発行の際と、同様に特別法として、天皇陛下御在位60年記念のための10万円、及び1万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律が制定され、金銀貨発行の根拠とされた。それまで、近代日本では、天皇の肖像のみならず人物の肖像を高価に、 用いた例がなかったが、10万円金貨のデザインとして、昭和天皇の肖像を用いる図案も、最後まで検討された。しかし結局は、日本画家、平山育夫による、随章画が採用された。金貨は品位、9999 99の純金であり、金貨、銀貨は、プラスチックのパッケージに入れたまま両替えされる、こととされた。 発行日は1986年11月10日とされた。金融機関窓口での引き換え以前から話題に上り、金貨、銀貨に対しては抽選券まで発行され、抽選券配布日には人が殺到し一部では抽選券が高値で取引される。この状況を見て関係筋から追加発行の意向が漏らされ報道された。しかし、引き換え当日は、 打って変わり、記念貨幣への両替に訪れる人もまばらであった。金貨は、最終的に910万枚が、市中に出回り、未引き替えの90万枚については言いつぶされた。追加発行について、当初は初発行文と同じ、昭和61年名のものを、数百万枚発行する案も出たが、結局翌年に、昭和62年名の金貨が100万枚発行された。 追加発行分の一部はプルーフ貨幣としてプレミアム付き価格で発売され、これは日本初の一般販売向けプルーフ金貨となる。1990年、平成2年1月29日、在位60年金貨の大量偽造が発覚した。偽造された金貨の枚数は107,946枚に上り、 額面が10万円であったため被害額は107億9460万円という巨額であった。1990年1月29日、日本国内最大手の貨幣省がスイスから輸入した10万円金貨千枚を東京の都市銀行に預けたところ、チェックをしていた銀行員がそのうち1枚の放送に違和感を覚えた。そのため、 日本銀行及び警視庁科学捜査研究所で鑑定したところ、預けられた1000枚べてが偽造であることが判明。その後の調査で偽造された金貨が2年前から日本に流入していたこと、しかも確認された偽造金貨107,946枚のうち、85,647枚が日本銀行に管流していたことが判明した。 このように大量の金貨が日本に完流していたことが不審に思われなかったのは発行当時に比べ為替レートが円高になっており日本国外で購入したものが円高再起額面保証のため額面で日本に輸出しても為替再起を得られるを狙って売り出していると見られていたからあるまた偽造された金貨は本物から伊賀を取って鋳造した もので10万円金貨が純金製であったため、偽造が容易であり、このような大量の偽造効果が製造できたとみられる。これら大量の金貨を日本に輸出したのは、スイスの貨幣省の男性であったが、その背景には、国際的偽造グループが介在していた可能性が高い。しかし偽造グループは特定されず、日本円で約60億円という高額な金銭をところに、 入れて消えてしまった。なお、証拠品の偽造金貨は表面を圧縁の上で、地金として関係者に返還された。その後、日本で発行された記念金貨については、様々な偽造防止対策がなされるようになった。また近年では、偽造された金貨のように、額面保証型のものから、 金の地金価格をはるかに超える価格で販売されるが、その代わり額面をそれより低くする収集型金貨の形式で発行されるようになった。2013年、平成25年12月3日、財務省は偽造らしき在位60年銀貨が11月14日に外国郵便の中から46枚発見され、造幣局に偽物と鑑定されたと発表した。 日本銀行は12月20日、日銀及び取引先の金融機関で約100枚の偽造銀貨が見つかったと発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。